それじゃあ。はい。それじゃあ。好きな男の人の条件？ほう。うん。その代わり。なるほどな。ありがとう。そうよね。古臭いって言われるかと思ってたんだけど、嬉しいわ。そうね。確かに家庭と仕事の両立もいいと思うけど、やっぱり男の人は仕事に全力で燃えててほしいな。真島くんみたいに。どうや？誰にも話したことないんだけど、私実は声フェチなの。え？そうそう、私低音で深みのある声が好きなの。ほう。初めて言われた。でもやっぱり声を褒められるって嬉しいわね。そうやな。そんな日が来たら私ウハウハだわ。はあ、想像しただけで楽しみ。ん？そういや、どうだろう、私がど…なるほどな。そうなの？自分ではよくわからないけど…どうや？真島くんったら可愛い。なるほど、男の人も大変ね。そしてお家に…そうやな。了解。私も好きな人の前…言わな…絶対誰にも言わないでよね。私、好きな人の前だとたまに猫言葉になっちゃうことがあるの。え？そうかな。なんていうか、その恥ずかしい時に照れ隠す。なるほどな。恥ずかしくにゃんかにゃんよと言った感じかしらね。はい、お疲れ。